こんにちは、かけまるです。そうですね、今日のお話は悪いことをする人はずっと悪いことを考えてるっていうお話ですかね。今ちょっと刑務所に入ってるんですけれども、知り合い、知ってるって言ったら知ってるんですけど、店のお客さんだったんで、で、まあパチンコも僕当時好き、もう15、16年前ですかね、パチンコ用意行ってて、その悪い人ですかね、今刑務所入ってる人とも、まあ喋るのは喋ってたんですけれども、まあ仲間ではなかったです。で、その人はもう大阪の港区でも、もう超有名な悪やって、まあ人叩いたりとか、なんかそういう暴力事件は少なかったんですけれども、ちょくちょく悪いことをして刑務所行っては出て、刑務所行っては出てって、当時その人は35、6やったですかね。で、まあちょうど刑務所から出てきて、まあうちの店また来るようになって、でパチンコ屋で会ったり、まあ喋ったりしてたんですけれども、まあ喋るだけでその深入りはすることはなかったんですけれども、なんかまた悪いことやってたんですよね。その時なんか腰にラジコンのバッテリーとかいっぱい巻いてパチンコしてたんですよ。何してんのかなって思っとったら、なんかごと行為やってたんですね。で、まあごと行為はまあまだ可愛いもんなんですけれども、ある日あんまり見えへんなって思っとったら、刑事が2人うちの店来て、こいつ知りませんか言うて、その人の顔写真持ってうちの店聞きに来たんです。またなんか悪いことしたんやなと思ったら、スーパー強盗をやってたらしいんですね。アホでしょ。ほんで結局捕まって、懲役17、8年ですかね。もうちょっとしたらまた出てくると思うんですけれども、出てきたらまた悪いことするんでしょうね。今日は、小池屋さんのポテトチップスみかん味の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。小池屋さんのポテトチップスみかん味、おそらく期間限定商品だと思うんですけれども、ここにポテトチップスのみかん味の特徴書いてます。合うんですかね、みかんとポテトチップスって。それではしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。じゃがいも、植物油、粉、粉糖って読むんですねみかん果汁、粉末、食塩、レモン果汁、粉末、調味料、酸味料、調味料、香料、甘味料、パプリカ色素です。エネルギーの方は1袋あたり341キロカロリーですね。はい、こちらがポテトチップスみかん味、の中身なんですけれども、ポテトチップス自体は普通のポテトチップスに見えます。カットは薄切りカットですかね、ギザギザカットじゃなくて。それではしましたら、ポテトチップスみかん味の味のチェックしてみたいと思います。ありといえばありですかね、ものすごいみかんの味します。まあまずくはないですね。癖になるかもわからない、癖になってしまうとちょっと怖いかなって今思ってます。すごい多分温州みかん味で、食べるとめっちゃみかんなんですよ、口の中が。それでちょっとバックグラウンドで塩味の効いたポテトチップスの甘みとがこううまいこと絡み合って、美味しいんかな。ちょっとこれ癖になるでやばいですね。癖になるかまずいと思ってやめるか、どっちかですね。いい感じです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。